左だけ。多分見えてない。これチェックしたけど。あの大きい靴を履いている人っていうのは結構出たんです。あの今ちょっと浮き指っていうことが結構流行ってきているんですけども、大きい靴を履こうとするとね、靴をヒールもそうなんですけど、こう反らしてここで支えようとするんです。だから足元がついてる指関係の状態の人が非常に多いんですね。でそういう人はこっちの筋肉が強くなってでこっちが逃げる状態なんで何の部分握ろうもここが出てくるっていう筋バランスの問題がほとんどなんです。例えば意識を表現するとどんどんそれこれできないことたまりませんし、これやろうとしたらわーって言ってしまうっていう人っていうのは爪の筋バランスなんですよ。こっちが強すぎるんですだからこっちが引っ張られるからこうはできるんですけどこっちに行かないんですよ。ここの前提にここはいるんです。じゃあおつま先立ちするようなトレーニングしてあげて表の筋肉下の筋肉バランスを整えてあげると今後それできるようになります。っていう要は筋バランス、表と裏の筋肉バランス、やっぱ前に出すことが多いんで前の筋肉強いんですよ。だからみんなこのパソコンとかのね、あの利用頻度が増えていくから見ると引っ張る動作はあんまりないんですよね。引っ張る動作の裏面の背筋のリボルのスイングでも引くときって腰で回転しますけど、やっぱ肩甲骨から引くときってこれも背筋の一部なんですよ。ですからちょっとね、お願いしますけど、このチューブを引っ付けてチューブ引っ張るトレーニングをしてからそこからスイングをしてもらった方がもしかしたらいい動きになるかもしれません。そうですね。あの、まあ、これも人によって例えば一番疲れるところでどこなんだっていうのはあるんです。そうですね。そしたらみんなもこういうストレッチをしてくれるんですよ。でもこれって実は三角筋の傾きなんですね。で肩甲骨と肩甲骨の間実は菱形筋というのがありまして、そこを一番使ってるんですよ。それをやろうと思ったら肘曲げた状態で二の腕だけ押してあげるんですよ。でこれが肘と肩と顎の高さになるんですよ。ここは上がるんですよ。こうやるときとこうやるときとどうちゃうのかですね。みんなこれをこうやっちゃうんですよ。ここでやるんですよ。いいっていうのがありますね。あとはそのそうですね、あとはお尻が一番よく使っているんですね。こうやるときお尻のストレッチとして一番いいのは骨盤にも関係しているんです。皆さんですね、もう一回正座から考えてください。正座から肩にこういうふうにしてください。できたらすねはフロアとか平行になるんですけど、甘がないようになります。できるだけ背中をまっすぐにして無理しないですから前倒してみません。お尻の中の方は伸びません、ね、これ今伸びてるのは二条筋という筋肉です。あの仙骨っていうここの骨から太もも前につながっている反対で見ます。これが左右違ったら骨盤もずれやすいです。こっちは行きにくい。で、あんまりこれ上に行かんというのですね。こっちは膝の近くに行きにくいのもあります。右柔らかい、左柔らかい。っていう、これも筋バランスなんで、ぜひゴルフ技とこれもやっていただきたいです。で、まあ、正座そうな膝痛い人っていうのは、椅子に座った状態でこれでも。同じ結果なんで、椅子に座った状態でも結構です。で僕も偉そうに言ってますけど、常に気づいたら無意識の世界で左に持ってる癖があります。でボクシングは僕らはこうしたんですけど、左に持ってるんですね。なので、こっちの筋肉が緊張するので、僕はこっちの硬い筋肉です。そういうのもあると思います。まあ、さらにその始まりと終わりは、軽くストレッチをするのかな。もっと曲げるんですね。こうしよう。そうですね。まあ、ストレッチはもっと何でも種類があるんですけど、出すときにもなると思います。面白かったら、僕の名前、吉田和彦のストレッチって YouTube に行くのがあったら、アホと思います。5分で。
信じられるのかな。そうですね。僕もちょっとのことなんですよ。考え方を。例えば、ここで欲しいものとか、ね、ちゃんと言われますけど。あ、そうです。全部としてもあるんですよ。今のやらかさを覚えてみますよ。はい、ここです。やらかですね。じゃあ、足側がこう、肩幅を開いてみます。前屈って言ったら、どの人が欲しいの。これは腰の柔らかさですよね。関係ないと言うので、柔らかします。手の生え際だっていうふうに持ってくる。で、骨が結構な強さを刺激するために、指5本とも手の生え際、こういうふうに持ってくる。で、これをグッグッと動かすみたいな感じ。目線をめっちゃ上に通すんですよ、手の生え際。これで30回です。うん、目線上ですよ。練習ばっかりだと思うんですけども、体のことも是非興味を持っていただければ、私はいいかなと思います。さあ、ちょっと時間になりましたので、今日はこれくらいです。はい。